はい、どうも、ウズです。FF7 リバース、発売してから1週間が経過しました。皆様はどこまで進みましたでしょうか。私は、土日にがっつりやって結構進めていて、実際のところ、発売後5日でメインストーリーの方をクリアしておりました。今はね、いろいろちょっと消化的に他のことやってるんですけど、私のプレイ時間としてはメインストーリークリアの時点で50時間ほどでございました。一応サブクエストミニゲームをほどほどやって、あとカードゲームだね、ほどほどやって50時間だったので、メインストーリーだけを追った方はおそらく40時間前後で終えてるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ大ボリュームでしたね。大ボリュームです。で、この動画は FF7 リバースのメインストーリークリア後の感想動画なので、ネタバレを含みます。なのでまだ1週間ぐらいだとクリアしてない方も多いと思いますから、そういった方はぜひ後々この動画を見ていただければと思います。はい、見ても大丈夫な方だけお話をお聞きください。一番重要なネタバレもしますからね、後半。総合的な感想としては FF7 リバースは良かった点として、やっぱりね、フィールドですね。大きなカテゴリーでエリアでね、大きく区切られたものがいくつか存在するんですけど、その中で広いオープンワールドのような世界が広がっているところ、だからもうスタートしてからすぐにその広大さ、ボリュームの大きさっていうのをちょっと感じられるところがあって、実際に最後までやってみると非常に広いエリアが設けられていたっていうのが分かりました。それでいてそのエリアがすごく作り込まれていて、ただフィールドを広げただけじゃなく、そこで何が存在しているのか、高低差があってどういう風に見えるのかとか、そういうところも全てできていて、でキャニオニングとか後半に入っていくと、すごい高いところから自分がね、イベントでこう歩いていた場所が見下ろせたりとかして、本当そういう作り込みがすごかったなっていう感じです。でキャラクターの深掘りに関しても、リバースの中では私的に見えたのは、バレット、エアリス、あとレッド13、7期ですねのエピソードがかなり濃く描かれたように感じまして、残りのキャラクター、クラウド自身はもちろんですけども、ティファとかヴィンセント、ケットシー、あとはシンラのメンバーですね、なんかは最終章でいろいろ出てくるんかなって、そう考えるとすごいボリュームまたなりそうですけど、そんな感じがします。なんですけれども、その各キャラクターのエピソードもすごい丁寧に描かれていて、なおかつおじさんちょっと泣いてしまったんですが、バレットの話とかね、はい、名シーンがたくさんありました。で戦闘に関しては FF7 リメイクと同じベースで作られてはいるんですけれども、やはり、特に連携攻撃がアクション要素としてすごい機能していて、ボス戦でもすごい役に立ちましたし、で技のショートカットも組めるので、そのショートカットを利用すると本当こう快適にプレイしたいって方はアクションゲーム寄りでプレイすることもできるので、そういった完成度、戦闘バランスもすごい良かったと感じました。これがちょっと FF7 のね、完成形の戦闘パターンでこんな感じだっていうのをリバースの時点でできたのは素晴らしいと思います。あとは散々言われてますけど、ミニゲームの豊富さ、数がめちゃくちゃあるんですよ。なので私としてはいくつかのね、ミニゲームと、特にカードゲームがハマったんですけど、そういったものがあるのもすごい良かったことだし、音楽自体も400曲以上使われてるって言ってたね。すごいよね、一つのゲームで400曲の音楽で、ゲームの重要な部分はシステム面、これはロードに関してはもうほんとめちゃくちゃ早いですし、エリアの切り替えの時にちょっとロードが挟み込まれる感じですが、基本的にロードはほぼなしでプレイできると思っていただいていいんじゃないですかね。そういう感じでした。でシステム面は UI 周りも非常に見やすく、アクセスしやすく、マテリアの交換とか装備品とかね、いろんな項目が使いやすかったので、そこの部分もすごい良かったなって思いますし、良いとこだらけですね今話してるとか、そうだね良いとこだらけ。そしてここでストーリーに関して、少しラストのところだね、語らせていただきたいんですけれども、ちょっとここ重要だね、ちょっとここ気をつけてね、この先聞きたくない方は聞かないでね。FF7 リバースの最大の目玉ポイントとなるのが、最終のとこですね、ワスラルル都とエアリス、原作当時のオリジナル版では、ここでエアリスがね死亡してしまうっていうので、衝撃を受けた人たちがほとんどだったと思うんですけど、私もそうだったんですけど、今回のリバースはエアリスは生き残るんじゃないかと、発売前はね言われていて、結論なるのかな、結論って言いにくいのもまた微妙なところなんですけど、結果的に FF7 リバースではエアリスは死んでしまうんですよね。なんですけど、実は死んではいないんじゃないかとこれまたややこしいでしょ。
まあもうこれはね、プレイした方が見てるはずなので、まあ皆さんもちょっと同じような思いだと思うんですけど、モヤモヤする形で最後終わらせるパターンを選択したんですね、このリバースは。で、なんでかっていうと、FF7 の世界層っていうのは、いくつもあるっていうのをね、ゲーム内の中でもちょっと言われてたと思うんですけど、まあ冒頭からあったように、ザックスが生きてる世界線っていうのも、やはりその世界の中にはあって、まあライフストリームが影響してるっていう話になるんでしょうけど、まあそういった部分を利用して、まあエアリスは亡くなってしまった、死んでしまった世界線。それとエアリスは助かった世界線というのを並行して最後の表現を見せる形になっておりました。で、クラウド自身はエアリスは生きてる存在として認識した世界観の中で生きてるように最後描写があって、まあお別れの言葉も言いましたし、なんかね、あの俺たちは前に進む、エアリスはまあちょっとゆっくりしててくれみたいな、また後で会おうみたいな。一方パーティーメンバー他の仲間たちはなんかすごい悲しむようなシーンがあって、その中でもエアリスが亡くなったっていうのは明言は出なくて、あのレッド13、7期なんかはそのエアリスの存在を感じるような描写があったり、あの非常に複雑なラストのね、あの推測をいろいろさせられるような終わらせ方をしたっていうのが、まあ、私的にはすごい上手だなと思いました。まあ、このパターンでいくと、あの FF7 最終章になりますね、第3部で。結果的にその FF7 リバースで起こったラストのそのエアリス生存世界線と、亡くなってる世界線が、どういう風にね重なり合っていくのか、最終的にはどういう結末になるのかっていうのを、すごくこう楽しみにさせてくれる演出で終わったので、まあ良かったなと思うんですけど、まあまあここもいろんな人のね感じ方で違うよね。意味の取り違いとかもすごい起きそうだしね、非常に分かりにくい描写なんで、最後はあのフィーラーの壁のね下りもね、クラウドがそこを先通ったわけだけど、そこで仲間たちは後から入った世界線がまた違うんじゃないかとか、もうわけ分かんなくなるねなんで、まあそういう面白い話を作ってくれたのは素晴らしいなって思いました。はい、といったところでちょっとエアリスの生存に関してはちょっとモヤモヤな形で終わらせてくれた、FF7 リバースで、ゲームとして気になる点っていうのはそんなないんですけれども、まあ一回私は50時間プレイの中では一度だけあのイベントシーンの後半でね、あのゲームが落ちるっていうトラブルがあったのと、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、いいシーンでねブツンって落ちちゃってあ、やっぱエラー起きるんだと思って、まあそれ以外はまあ、若干感じたんですけど、ボリュームが本当大きすぎるゆえに、あのエリアのねこう切り替えてどんどん行くっていう進んでいくって流れなんですが、そのエリアごとに召喚獣の解放イベントだったり、チョコボを何度も捕まえるイベントがあったり、強制ミニゲームをやらなきゃいけないメインストーリーがあったり、そういったところではまあちょっと2つ目のエリアでねだれてしまう方がいるみたいなねちょっとこと聞いたりしたんですけど、まあでも今回の FF7 リバースはそれだけのボリュームをね詰め込むこと、もうともかくやれることを詰め込むことをコンセプトに作られたと思いますので、そういったものが刺さる方にとっては最高のゲームになったと思います。私は最高と思う方の、人です。はい、といった感じで、FF7 リバースメインストーリー最後まで終えてみて思ったことは、2024年すで、に龍が如く8やペルソナ3リロードなどという、非常に優れたジャパン RPG が登場してますが、それらを超える評価で私は FF7 リバースは最高だったと思います。まあ、むしろ2024年この後は FF7 リバースを個人的に超えるなっていうゲームは、まあ、出ないと思います。まあ、それだけの物量を使って時間もかけてね作られてるゲームなので、はい、といったところで、ゲーム子さんファンおじさんなんですけど、ファイナルファンタジー7リバース、本当にこう期待通り期待以上の作品にしてくれたスクエアエニックスの開発の方たちありがとうございました。この後の最終章3作目ですね、これもまあおそらく 4,5 年後になるとは思いますが、楽しみにしております。その頃には私もついに50歳を超えるぐらいになるかな、はい、レベル50になるんで、はい、いいタイミングで FF7 のリメイクシリーズを堪能しきりたいと思います。はい、普段からゲームが好きなのでゲームの話をするチャンネルなんですが、普段からあのカメラやガジェット関係なんかも紹介するのは得意なので、そういったものもやらせていただいてます。何か気になる商品などがありましたらぜひチェックしていただいて、気に入ったら高評価チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。で、今回の FF7 リバースはクリア後の得点も非常によくできていて、あのチャプターで区切られて、まあ、前のねリメイクもそうだったんですけど、チャプターで区切られていて、そこに戻って回収できてない要素を回収したりとか、イベントを再度楽しんだりとか、育てて強くなったクラウドたちですねでプレイすることができるので、ここの部分も、まあ、相変わらず上手だなと思いました。まあ、やり込み要素をすごくやり込めるっていうね、素晴らしい仕様になってると思います。